はい、こんばんは。アキラの現場へこそ、ラスクラ実況です。芸能と引き続きやっていこうと思います。昨日44回で負けたんでね、44回からやっていくにあたって、一旦ちょっとですね、編成とか見直したいと思ったんで、ゲート開いて、はい、今編成の画面にも待ってます。で、その前にですね、コメ読みをさっきしとこうと思います。昨日ね、やりもってしたんですけども、さすがにそういうナメップは許されないようなとこなんで、こちら、ゆうチャンネルさん、33回あたりの雰囲気マップが突破できません。ドーラの調筆で前衛が落とされ、そのまま1パーティー目が壊滅してしまいます。アキラさんはどのようなスキル装備で突破しましたか？参考までに教えてもらえれば幸いです。ということで、こちらなんですけども、今回はね、僕動画出さなかったですね、33回がね。前回33回やった時の動画があるんですよ。12月に突破した時なんやけど、はい。これね、僕も1パーティー目は壊滅しました。ね。どうしても、その、ドーラのね、必殺技でやられてしまうんで、まあ、どうしたかというと、まあ、2パーティー目でとどめを刺すという形にしました。1パーティー目で追い込んで2パーティー目で倒す。で次のが武神ロメルが来ますんで、それも2パーティー目で倒すという予定で組んでいきました。で今回はどうしたかって言ったら、この第一部隊でやっぱね、ゾグラスがですね持ってくれました、死ななかった。でゾグラスで倒せて、で次のところ入った時に、次のところ入る前にユグドラシルで復活をしておいて、で、入って、それから、リラのゴッドヒールなどでですね、で、あと、他、プラウドホースとかで復活してやっていたという感じですね。特にやっぱね、屋根が聞いても、リラの、ね、ゴッドヒールもそうなんだけども、サンタティリアに関して言うと、プラウドホース。魔法でクリティカルを出すことによって、プラウドホースで、それで回復するという形で今回は逃げ切れました。で、今回のね、ちょっと動画がないからね、その辺見せれないんだけれども、そんな感じでした。やっぱね、その1体残す、もしくは2体目で、2つ目のね、パーティーでどうにかするっていうのが、まあ、セオリーかなと思います。ゆうさん、頑張ってみてください。はい、で、ともノリさん、お疲れ様です。久々のコメです。塔の封印きついですよ。プラウドフォース必須ですかねということで、封印機って多分ね、この33回あたりだと思うんですよね。魔法が封じられてるとき、確かにそうなんですよ。プラウドフォースが必須ですね。で僕もどっちかというと、もう魔法が使えないところに関して言うと、逆に言うとその MP をね、稼ぐところだと思ってですね、そうですね、ゾグラスとランディが頑張りました。殴ってくれたのと、であと、このサンタティリアがですね、いわゆる通常の、特技の方で、聖夜に願いをやったかな、が、特技が効いて、あれが、要はバフがかけれるんですよね。あれでね。攻撃と同時に。っていうのが結構役立ったかなっていう感じですね。で、まあ、プラウドフォースは必須ですね。回復に絶対必要になってきますんで。その他ね、回復って意味やったらね、僕ね、ゾグラスの装備がね、命の指輪とブラッドリングつけてます。まあ、この2つがですね、効いてますね。まあ、リジェネがかかるのと、ブラッドリングが通常攻撃でも確率で吸収してくれるんで。っていうところが効きましたかね。てな感じです、はい。ではですね、44回対策なんですけども、はい、44回、昨日ね、やられてしまったんですけれども、まあ、敵がですね、水着四人衆が来るんですよ。ね、っていうことは、水着四人衆ということは、ね、ソーサラーと、ナイトと、あとスナイパーですね、だけになるんですよ。敵が。ならばね、僕今、ランディにね、ソルジャーキラーつけてたんですよ。だからそのソルジャーキラーをまず外す。ね。ソルジャーキラー外してもいい。で、その代わりスナイパーキラーつける。でしょ？で、ナイトキラーつけるべきなんか、ウィッチキラーなんかってところの悩みどころなんだけど、正直昨日ね、やっぱリルベットが怖かった。リルベットが怖かったから、ナイトはいいかなと。言ったね。ナイトスレアつけたいかな。つけた方がいいな。ナイトキラーつけた方がいいかな。って今悩んでるところ、悩んでるんだけど、麻痺耐性は、麻痺耐性外すか、いらないか、ここでは。麻痺耐性外してみよう。麻痺は食らわなかったからね。で、ナイトキラーつけるか。待てよ、それやったら、あと4つなんか切ったらナイトスレイヤーつけれるな。堂々外そう。堂々外して、ナイトスレイヤーつけてみましょう。はい。これでまず行く。まず行ってみよう。で、基本的には、サンタティリアで、ね、魔法で削っていく。で、いいとして、ね。装備一覧。スキルセット、技能。MP アップ全部ついてる。
魔力アップが全然つけてないんだよね。全然つけてなかった、もったいね。これゼロのもつけてなかった、忘れとった。ちょっと待って、他にもゼロのつけてないやつあるんじゃないか。これ他光ブーストとかね、は全部ついてるね。はい、栄養のポーズもついてるね。包囲魔法もついてる、ついてる、ついてる。はい、で、あと魔法はもうシャイニングゾーグ、ギャラクシーとかフルシェルターとか全部つけてるね。はい、これでいくか。うんね、こいつ装備とかなんだっけ、つけてるね、ちゃんと。はい、でゾグラスね、ゾグラスにつきましては二刀流やめてます。うん、鎧ブーストをね、ちゃんとつけて、鎧も装備させてます。で、先ほど命の指輪とかブラッドリングつけてます。はい、では、では、行きますか。これでね。待って、ゾグラス、ちょっと待って、ゾグラスさん、スキル。こいつ、確か、ね、ソルジャーキラーはつけてる。ソルジャーキラーいらないな、これもない。その代わりナイトスレイヤーつけれるぞ、これ、君。ナイトスレイヤーでもつけよう思ったら、4減らさなあかん、あと。スカイハイ減らしとく？チャートク外して、チャートク外して、1やろ？攻撃ギャップ1と、チャージ特技1外して、ナイトスレイヤーつけましょうか。で、これで、要するに、光リラね、白騎士、あ、じゃあ、メルザか。白騎士メルザを、に、対策だね、ゾグラスは。ね、闇のナイトスレイヤーだからね、ちょうどいいね。これでいけるんじゃなかろうか。で、まあ、二つ目はね、このままでいこうと思います。待てよ、こいつプラウド宝石つけとこうか。今日覚えたからね。こっからじゃこうだな。こうやって、こうで。の、装備は延々として、スキルの2プラウドホースをつけたい。で、3オーバーするで、3オーバーする分を、クリティカルアップを残したい。ファーストホーリーウォールはいらないか？ほなら。いらないな。ファーストホーリーウォールを外そう。これでさらに2浮いた。2浮いたんで、クリティカルアップさらにつける。うん、これでいこう。装備いいね、はい、はい、ではこれでいきましょう。さあこの入れ替えがどうなるか。44回ね、なかなかきつかったからね、昨日もね。まあでまあウェーブ3つあるんでね、1と2はなるべく魔法を使わないというか、普通に、ランディとゾグラスで殴って切り抜けていきましょう。いきまーす。殴っていきますよ、殴りますよね。自動で AI が魔法を発動しちゃうのは良しとする、仕方がない。とりあえず殴って殴ってね、HP だけ気にしながらで、まあ、たまにこうやって勝手にシャイニングゾーグ打ってくれるんで、そしたら、まあ、クリティカルが発動するんで、それでプラウドホースで回復してくれるだろう期待ですね。頼む、これでどうや、これで、これでどうや。今打たなくてもよかったんじゃないかな。これいらなかったんじゃないかな、シャイニングゾーグ。まあよしとしましょうね。まあラストまではね、順調に普通にいけるんだわ。あとまあここで結構ね、最初にバンバン NP を、HP を削られるんでね、どつかれて、あまり HP 少なめで入るとやられてしまうんで気をつけましょう、ね、このシャイニングゾーグも回復のためなら全然 OK です。クリティカルが発生しない系ですね。なんでやねん、なんでやねん。普通に HP 回復した、いけたかな、これで。あ、いけたね、はい、さあさあ、とりあえずリルベット狙いで削っていこうと思います。まずは最初にサンタティリアの魔法を打つからね。で、ターゲットをリルベットになってるね、 OK。 でこれはこのままで、とりあえず魚雷旋風打っといて精一杯削っておく。で、魔法を使います。シャイニングゾーグ、シャイニングゾーグ、これでまあ
とりあえず行けるところまで削るよ。うん、なんとなくね、そのリラの必殺技も耐えれたからね。でもリルベットの必殺技耐えられんかったから、あれが一番怖い。頼むよこれで。あ、いいね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 、削れてるね。ただし、ただしまだでもやっぱ魔法、あ、来た。もう早くない？ミリオンヘイルまでが早くない？持たないか、持つか、あ、これは持て、持て、持て、あ、やばい、やばい、やばいで、早いで、早いで、それは。え？ちょっと待って、これが組み直すわ。いや、これ、間違ってないと思うんやけどな。何がかんねや。防御を上げとく？その前に。ちょっと待って、リタイアしましょう。いや、やってることは間違ってないと思うんやんか。やってることは間違ってないけど、リルベットのミリオンヘイルが鬱陶しい。どうしたらいい？合ってると思うよ。リルベットを追い込むのが早すぎたか。でもリルベットからやらんとどうしようもない。まずはバフデバフか。そうやったら、そうしよう。ちょっと考えよう。バフをかけて守りから入るようにしようね。 HP 満タンでも死ぬということだ。ワンチャンランディは生き残ってたからね。あっこもだからしっかり、だから防御さえしておけば持つということだ。おお、大丈夫か、大丈夫か。サンタティリア、なんかね、え、でダメだったらあのもう少し本気で補強を考えるね。あのね、光属性でダメだったら闇属性での戦い方を考えなきゃいけない。あのリルベットをボコボコに先に倒すか、先ランディ使って魔法ダイヤルやめて。まずはリルベットを殴り回って倒す。その方向で言うてる間にね、グランドオームは倒せれるという。さて、いや魔法で削るは間違ってないと思うんやけどな。ミリオンフェルを打つ隙を与えてるのがちょっとなんか俺腹立つな、自分でも。これで結構削ってはいるんだ、この時点で。リルベット回復、あ、でも入ってるね。9999連発入ってるね。早いね、ミリオンヘイルまでが。やっぱり早い。ここで、ここで。すぐにユグドラシル。ミリオンヘイルまでが早いんだよ。いけ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 、回復しよう回復しよう。よし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 、ワン、よみがえれ。いいよ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 、持つよ持つよ。これワンちゃん持つよ。いけ、殴れ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 よ。回復が間に合わへん、くそ。殴りが間に合わへんかった、くそ。ちょっと待て、全然攻撃が入らないんで、どういうことやねん。そのくせ回復は向こうガンガンしてるの、どういうことや。
いや、もう一回、もう一回、もう一回行く。リルベットをかなり追い込むことは可能や。うん。スナイパーキラーをつけてるのがだいぶ効いてる。効いてるけどや。その前に、多分追い込む前にこっちが準備をしとかなあかん。始めましょうか。防御をもっと高めなあかん。ゾグラスは全然持つからいいとして。やってることは間違ってないと思う。でもギガロストマぐらい持っていくか。ゼクス連れて行って。これであかんかったらそれを考えよう。いや、全然ダメだとは思えないね、多分。ね、次連れて行っても仕方がないからね、これで。いやー、いけると思うんだけどな。いや、ごめんなさい、実況者が黙ってどうすんだよね。悩んでるんです、まだね。ここでもね、なんかやっぱりしっかりディフェンスを上げていくのと、相手のオフェンスを下げるっていう作業を多分しっかりやっていかなきゃいけない気がする。リルベット追い込むのが早いんだよ、多分。ある程度 HP 削ってから多分必殺技ぶち込んだ方がいいな。でその方がワンチャン死んでから蘇った後でもその方が回復としてもいいからね。死なすのが早いわ。それはちょっと。まだまだ頑張ります。魔法でいきなり君シャイニングゾーグを打ってるんだね。これでとりあえずフルシェルターを多分自分に打っても持たないんで、ランディに打ちましょう。ランディに打っておきましょう。で、同じく、あ、え、待って、うっせやん。それ使いどころ間違ったって、俺。おい、まあいい、まあ良い。で、フルシェルターを、で自分にも打っておく。でクリティカルフェザーを全体に打つ。で君のターゲットはリラじゃなくてリルベットにしよう。はい、で殴れ。ね、魔法が全然入らない相手だからね、リルベットがね。これターゲットリラじゃなくてキリアじゃなくてリルベット、はい、リルベットを殴れ君は。いいね。きたー、早いね。冷まされて。持つな。よし。そして回復だ。まずは回復だ。早いわ、ミリオンヘールが。いや、ダメだ、全然ダメだ。なんじゃこりゃ。ちょっと明日につながることをだけしておこうと思います。一旦諦めます。その代わり、
あのその代わりってあれおかしいけど、ちょっとね補強します。もうこうなったら本気の補強します。エーテリオンをちょっとぶっ込みます、あれに。アーク、はい、前からね悩んでましたけど、この魔女大神殿ちょうど今アークエーテル 35% なんで、ここにですねエーテリオンを 35% だから 65% から13個ぶっ込んだらですね魔女の杖が手に入りますんで、これをぶっ込みたいと思います。ではいきますよ、一気にいきます。というわけで魔女の杖を手に入れましたんで、これでまあとりあえずサンタティリアを補強する。でサンタティリアを補強した上で、でまあ魔法でとりあえず立ち向かってみる。それが正解とは思えないけれどもね。でも今僕のできることはそれぐらいかなと。あともう一つあるならばランディをね、スキルコストを上げて、展開をつける。とメンバーにゼックスを入れて、でロストマなどでですね敵を、でもどうかな。メンバーにそれを入れるべきかどうなんかちょっと悩みではあるんだけども、っていうのがね、リラを外すわけにもいかないなと思ってるんでね、ちょっと悩みながら、また明日チャレンジしたいなと思います。44回で止まっています。はい、それでは明日の動画でお会いしましょう。ではまた。